こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、書籍の紹介になります。私のね、速稼塾を運営している上で、さまざまな方にね、こういった書籍の紹介をさせていただくんですけども、今日はその中でもね、出版を何回も繰り返している方の書籍の紹介でございます。この方はね、たまにね、出版の準備ができるとこうやってお知らせいただくんで、今日はこのね、政府はアダルトビデオの規制を強化せよみたいなね、ことでテーマをいただいてます。下の方にも書いてます。性に関する新しい倫理規定を設けようっていうふうにありますよね。政府はアダルトビデオの規制を、結構強化してるのかなって気はしますけども、私もそこまで詳しくないのと、アダルトビデオをね、そんなに一生懸命見ないんで、どうなんでしょうかっていうことでございます。でもとにかくね、こういった、生きることと性の問題、つまり生きるという性と、それから、男性女性の性と、この問題っていうのは切っても切り離せない人間の三大欲求とも言われています。例えば、食べること、眠ること、それから性の欲求。この三つってのは、ものすごく重要な点ではあるんですけども、なぜかね、食べることとか寝ることってのは意識するんですけども、性の問題について、なかなか話し合うことはないのかなと思います。その一助になれば、幸いですということなんですかね。はい。じゃあちょっとね、タイトルを読んでいきましょうか。まずはプロローグがありまして、日本の深刻なセックスレスね。セックスレス、私は無縁ですけども え、空打ち世代。これは、そういうことなんですよね。日本の若者の恋愛離れも、やりすぎの AV が原因。なるほどね。日本の若者はどのような負のスパイラルに落ちるのか。ラブホテルも日本独特の文化だ。お笑い芸人、江頭がトルコで全裸になった時のトルコ人のリアクションが興味深い。どのような AV が出回っているのか、人口ピラミッドとの関係について。信じられないアダルトビデオが堂々と公開されていて驚いた。そして2つ、AV 女優の金勘定には参るねと。日本人女性の言い分は、痴漢の冤罪で亡くなった男性と AV の中なら好きにして良いと述べる女性。人口が順調に伸びている国の特徴は、世界はイスラム教徒が支配するのか、ここにある図のことですかね。で、有史以来こんなにポルノの規制が緩い国はない。エピローグ、本当の事実は後から分かるものだ。はい。そして著者のプロフィールということで書かれております。こちらのね、コンテンツをもとにちょっと興味を惹かれた方は、Amazon Kindle などで検索していただけばいいのかなと。タイトルは、政府はアダルトビデオの規制を強化せよということですね。著者が K インターナショナルさんということで、ここに書いてましたね。はい。では皆さん、よろしくお願いします。